いいよキャンツマッシュ実際今日までくらやってるんですけども、今日はですね、来月からのアップデートのね、情報を解説していこうかなっていったところで動画を撮っております。ということで来シーズンは、このねクララーパスが、変わるといったところで、まず結論から言うと、今シーズンのクララーパスは、絶対買ってこのね指南書は、ゲットしていた方がいいです。今後ねこの指南書が手に入り強くなります。ということでね、このね、画面開いてるのは剣詰めしね取り上げしてるよって、今シーズンね、トップ戦目指してるよっていうのをね、見せるための、画像なんですけど、ツイッターのですね、カブトムさん、こちらの方がですね、アップデート動画とかを記事で最速で公開。動画で最速は剣詰めし、記事はカブトムさんみたいな、そんなイメージです。今後ね、バランス調整とかの、解説動画も剣詰めしながって、カブトムさんので記事だからみたいな感じですね。ということで、アップデートね、情報が解禁されたので、このノートでね、見ていこうと思います。カブトムさんにはね、許可をいただいております。ということで、2023年最初のアップデート速報&、詳細ですといったところで見ていきましょう。さあ、カブトムさんもね、クリエイターやってるので、クリエイターコードをぜひね、カブトムか、もしくは剣詰めした場合は、剣とで、やってみてください。で、今回のアップデートポイント、敗者に優しいアップデートといったところで、負けた人でも、優しいね、アップデートって感じで、3月の27日に行きます。ただ、新カードが出たりとか、バランス調整が行われたとかっていう、心配性はないので、気にしないでください。ということで見ていきましょう。今回のアップデートの目玉であるイベント 2.0 やシーズンチケットについては、先週3月14日のアップデートプレイの中でざっくり紹介されましたって感じでね、やっていくんですけど、イベント 2.0 ってものがね、新しく出るんですけど、それはイベントタブをね、新しくしましたと言ったところで、この画像出てるんだけど、イベントタブってやつで、スペシャルモード、1対1バトル協力バトルっていうのが出てきて、はい。このスペシャルだと、スーパーユニットとかのね、特別なチャレンジ。まあ今までスーパーミニペッカとかスーパーマジャッツとか出てきたんですけど、あれらが常設して遊べる的な感じなのかな。で、1対1協力バトルっていうのがあるんだけど、今までで言うパーティーモードみたいなね、ものが、まとめてこれになるよっていった感じで、まああんま、ぶっちゃけ、耳に入れなくて OK。で、この、この新しいイベントタブになったことで、今まで 2v2 とか、1v1 とか、そのこっちのパーティーモードでやると、クラウンとかね、宝箱が手に入れてたのが、今後ね、手に入れないよっていう、ことでございます。で、報酬はね、こちら、クラウンではなくシーズンチケット。このシーズンチケットっていうものが、新しく導入される。これもね、しっかり喋っていきます。で、このね、バトルは、カードもタワーもレベル11統一なので、まあ、練習に使ったりとか、まあそういう感じですね。はい。ということで、見ていきましょう。ここら辺は、まあまあまあ、ちょっと割愛してってかな。さあ、そしてチャレンジとクラシックチャレンジ、はい、についてですね。新イベントタブの下見でこれまでのイベントタブにやったものになります。チャレンジは20勝チャレンジとか、まあいろんなね、チャレンジですね。で、クラシックチャレンジはグラチャレ、プラチャレ、あとメガドラフト。メガドラフトチャレンジも新しく実装されると。これ結構面白そうだね。このチャレンジは期間限定の特別なチャレンジです。このセクションはこのようなイベントを開催される場合に表示されます。クラシックチャレンジは常設のチャレンジです。名前がちょっと紛らわせないですが、昔からあるチャレンジでくれる意味だと思います。グラチャレ、クラチャレに、この度メガドラフトが、新規追加されます。参加費用は100エメラルドですね。多分クラチャレが10エメで、グラチャレメガドラフトが、100エメかな。ルールも報酬も基本的に変わりはありませんが、グラチャレの参加費用と報酬で変更されます。半額になって腕試しがかかってきますね。これ熱くない？グラチャレの参加費用が50エメになって、ゴールド報酬が最大1万1000に変わって、カード報酬が550。なるほどね。エメ半分にする代わりに、ゴールドとカードの枚数も半分。これどう？みんな。まあ、グラチャレ、なんだろうな。安いお金でグラチャレいっぱい回して練習はできるけど、グラチャレ回す人ってさ、なんかやっぱ12勝して報酬もらうから、50M も 100M も変わんないみたいなところがあるよね。なので、これゴールド報酬、ガード報酬が減るということは、なんか、まあグラチャレやりやすくなったって感じか。これどうだ？怪しいな、これ。買えなくてよかったんじゃねっていう、話もあります。ということで、続いてシーズンショップ。新要素のシーズンショップについて詳しく見ていきましょう。これはシーズンショップの画面です。といったところで、こちら出てくるんですけど、まあ、いろんなカードが売ってたり、ゴールドが売ってたり、スタンプが売ってたり、ワイルドカードですね。が売ってたりしてます。こちらね、シーズン入れ替え制なので、まあ、各シーズンに、
いろんなねアイテムが並んでそれを交換できるといったところ。主に出てくるのが、ゴールド、カードで強化の指南書、そしてワイルドカード、バトルバナー、スタンプ、強化の秘伝書はここに並ばないといったところで、強化の秘伝書ってあれかな、あのどんなカードにも使えるみたいなやつかな確か。はいはいはい。で、このねシーズンチケットはどうやったらゲットできるのかっていうと、イベントをプレイするとクラロワパスを進める。まあ普通にクラロワしてたら、基本的には手に入りますよって感じですね。これ無課金でも手に入ります。このシーズンチケットはイベント部のバトルで、クラウンの代わりに獲得できる新しい報酬のことです。特徴は勝利報酬ではないこと。はい。破壊したクラウンタワー数、生存したクラウンタワー数、消費したエリクサー数、勝利倍率といったところで、要は試合すればとりあえず勝っても負けてもシーズンチケットがねある程度盛り上げる感じですね。ということで、お得なモードやそうでないモードがあるのでゲームで確認してみてください。はい。負けても報酬がもらえるとかすごいですね。もちろん勝った方が内容もいいわけで報酬多いのですが、それでもって感じですね。シーズンチケットはその通りシーズン限定のものなので、シーズンが切り替わるとリセットされます。リセットされる際には10分の1の比率で、ゴールドに変換することになってます。あまりお得なゲットではありませんがって感じだから、まあ要はシーズンチケットゲットしてそのシーズンで、買えられるもん変えてみたいな感じですね。シーズンブースト機能、課金要素になりますが、シーズンチケットの獲得をその日だけブーストしてくれる追加機能も存在します。それがシーズンブーストです。通常シーズンチケットの1日の上限は1000枚、これをエメラルドを使ってプラス1000していき最大7000までアップさせることができます。ほう。なるほどね。じゃあシーズンチケットいっぱい欲しい人はエメラルドで、増やしていくみたいな感じか。1段階のシーズンチケット獲得率2倍というボーナスがついてきます。なるほどね。まあ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 、ここら辺は一回まあ実装されてみてのがね、まあイメージ湧くと思うから、まあある程度飛ばしていきましょう。はい。購入後に次のデイリーキャップ、ほうほう。まあそうね、まあ新しいのが導入されます。で、なんでこんなことするかっていう、はい、話ですよね。なぜイベントタブで、クラウンや宝箱を獲得できるようにしたいのかについて開発人はこう語っています。はい。確かになんで宝箱とかクラウンなくしたのっていう。シーズンチケットとクラウンの両方獲得できた場合、イベントのバトルが他のプレイよりもやりがいを感じるようになります。うん。悪いことではないかもしれませんが、プレイに楽しみ方の自由度が高ければ高いほど、毎日プレイしたくなるのではないかと考えたからです。なるほど。他のプレイよりやりがいを感じるようになります。ああ、なるほどね。まあまあ、よくわかんねえや。プレイヤーは、シーズンチケットの1日の上限に到達してもプレイを続けることができるので、クラウン獲得するために、異常に効率的となるゲームモードは、実際にゲームが楽しいかどうかに関わらず、クラウン獲得するのが最適な方となってしまいます。私たちは、可能な限りそのような状態を避けたいと思います。これらの報酬システムを分離しておくことで、アップデート後のエンゲージメントがどのようなものなのか、単なる2000ミリで実際にこの目指で見かけながらできます。ちょっと難しい。カブトムさん分かってんだ。マジ難しく言ってて、もうここで多分みんな離脱しちゃった。要するに、プレイヤーの自由度を高めて毎日楽しんでほしいということだと思います。イベントタブでクラウンの宝箱を獲得してしまうと、効率的になりすぎてしまって、やらされる側になってしまうので避けたといったところですね。それさ、分かんないけど、イベントタブでクラウンや宝箱を獲得できてしまうと、効率になりすぎてしまって、やらされるか。いや、でもなんかちょっと怪しい匂いはしてんな。で、クラロワパス 2.0。あ、これですね。来ました、クラロワパス。ここからもう一つの目玉、クラロワパスについて見ていきましょう。はい、ということでね、ダイヤモンドパスって言ってたやつですね。まず、無料で、はい。無料で、もちろん無課金で、もらえる報酬は、クラウン宝箱、そしてシーズンチケット。そして、課金すると、ゴールドパス、そしてそうするとゴールドパス報酬もらえて、宝箱のアンロック予約、黄金の名前、まあ今までで言うクララパスって感じだよね。で、ダイヤモンドパス、こちらがプレミアムの報酬、特典ゴールド、特典エメラルド、即座に特典100グラムといったところで、これ価格で言うと1800円ぐらいかな、このダイヤモンドパスは。おそらく1800円ぐらいですね。はい。で、普通のクララパスですらちょっと値上がりしてるというところですね。1600、1700円ぐらいか、このダイヤモンドパスはね。ゴールドを買ったけど、やっぱりダイヤにしたいという人のためにアップグレードのメニューにあるですが、足すと若干お高くなってしまうので、ダイヤと迷う人はできれば最初にダイヤにしておきたい感じですね。まあ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 、ここまで聞くとね、おい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 と、怪しい匂いがすんなと。そんなに課金してほしいみたいな思うかもしれないけど、大体このイベントに、愚痴言う人って多分無課金の人で、
課金で差をつけられたくないから、無課金の人が、もうダイヤモンドバスがいらねえだろみたいな愚痴言ってると思うけど、課金しない人は元より多分あんま関係ない話ですね。ということで価格ですね。はい、でカブトムさんが言ったのが、まあ物価上昇が続く中でね、値上げも仕方ねえのかなみたいな。まあこれまでのクララパスのねコスパが良かったのもあると思うわ。でこれ気になる内容ですね。クララパス 2.0 新しいクララパスの中身を見る前に、今のねクララパスの報酬を振り返っておきましょうと。はい、今はですね、この画像に出てる通り、はい、報酬がまあ右の段無課金、で左の段が課金で手に入れていったところで、強化の、秘伝書っていうのがねあるんだけど、まあそれがね一番でかい。ちょっとこれクララで見せた方が早いかな。よいしょ。これ多分ね、クラロワで見せた方が早いんだけど、これですね。これ。なので、マジックアイテムで、これ、強化の秘伝書。これが、まあ、どんなレアのやつでもいける。で、これが指南書っつって、まあ、特定のレアっていう感じだね。だから今までは、こいつ目的のために正直課金してたと言っても過言ではない、クラロワパスはって感じです。で、今後のね、クラロワパス、こんな感じになりますと。ちょっとね、画像で出てるんですけど、無料、無課金の人でも課金してる人も同じルートなんだ。ってことは最初から課金した方が得みたいな感じになってくんのかな。途中で課金というかもう最初から課金みたいな感じか。で、限定バナー、チャンピオンとかもあったり。結構、あれだね、その、報酬は増えてるね、さすがに。で、クララパス、新しいクララパスの、まあ、何が売りどころかっていうと、限定スキン、画像出てるアーチャーのやつ、そして限定スタンプ、あたりが手に入るって感じね。まあ、ダイヤモンドバス高いだけあって、限定バナーとかね、手に入るって感じですね。これちょっと見てみます。こちら、新しいバナーです。これ動くバナーだね、左上。この新しいバナーは、動きますよっていう感じで、対戦するときに、動くよみたいな感じですね。やべ、どっか行った、どっか行った、あったあったあった。ちょっと焦った。ツイッターでなんか映っちゃいけないものなんかないけど、そうそうそうっていう感じの、はい、報酬ですね。なんで要はだから好き好んで動くバナーとか、まあ、そういうのが欲しい人は、買うよみたいなスタンプとかね、いう感じでございますわ。はい、まあ動くバナーとかはねちょっと面白いかなっていうところだよね。で結局何がもらえるんって感じ。この画像が大事だね。はい、お待たせしました。まず、無課金だとゴールドの箱がまずもらえる。そしてクラウン宝箱が35個、結構もらえるね。でシーズンチケットが2500枚。で、一方、普通のパス買うと、ノーマルカードが840枚。レアカードが180枚。スーパーレアが88枚。ウルトラレアが5枚。で、ゴールドいっぱいの箱が10個。シーズンチケットが5000。限定タワースキン、限定スタンプ、あと宝箱の鍵が、もらえると。ダイヤモンドにすると、その報酬に加えて、エメラルド500、シーズンチケット7500、ゴールドが溢れた箱、巨大宝箱、魔法の宝箱、ロイヤルワイルド宝箱、チャンピオン、あと限定バナーと。ってとこですね。まあ、ここら辺の、はい。要は、ダイヤモンドだと、その全部のパスの報酬もらえるみたいな。で、ここで大事なのが、強化の秘伝書や魔法のコインが、出て、入ってません。クララパスに。今までは入ってたんだけど、今シーズンのパスとか入ってるんだけど、次からのパスには、手に入らない。で、シーズンショップにも並びません。さっき言ったシーズンチケットで、まあ、交換できるみたいなやつにも並ばない。今後はショップのセールとかでしか出なくなる。秘伝書魔法のコイン。なので、秘伝書ね、まだ持ってない方は、今月のクラガーパスが、マジ安く見えるんで、まあ、ぜひね、買ってみてください。表には同じ魔法アイテムの強化の品種も見当たりますが、こちらがシーズンショップに登場予定です。クラガーパスの方針にシーズンチケットなので、ああ、なるほどね。だから、ノーマル、レア、スーパーレア、ウルトラレアの、指南書はシーズンチケットで買える。ただ、何にでも使える強化の秘伝書は、現在まだ入手方法はわからない。まあ、おそらく課金かエメラルドで買えるのかみたいな、感じになるってところですね。
で、こんな感じで魔法のアイテムが一眼あるんだけど、うん、まあそういう感じか。で、あとね、このクラウンの増加、カクトックスのね、増加とか、いろいろあります。まあちょっとね、詳しく見たい方は、ぜひね、ちょっと記事見てみてください。で、最後、バグ修正と改善っていうところであるんですけど、いろいろ見ていくと、はい、2v2 の選択画面でチャットスタンプ送るとクラッシュする問題があるんだけど、この5つ目、チャンピオンの能力音が相手に聞こえない不具合を修正。まあ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 、これはね、まあ、知らないけどありがとうと。で、6個目、ゴーレムの視界と軌道の不具合を修正。これ多分、ゴーレム弱体化で、今までなんか角からゴレ出して、連れてた大砲の位置があるんだけど、誘導できてた施設の位置が。そこにゴーレムが行かないっていうのが、なぜかサイレント修正であったんだよね。それね、皆さん、防衛施設置いて、あれ、ここゴーレム釣れなかったっけみたいになると思うんだけど、それが治ったので、多分ゴーレムで釣りやすくなると。で、あとなんか、ヤナメがキングタワーにね、2v2で2倍のダメージ与えるとかいうのがあったりとか、ウッドとロリババの当たり判定を改善。これどう変わったのかよくわかんないけど、なんだろうな、文句で反射しやすくなるとかそういう感じか。なんかあれだね、多分文句反射の時になんかウッドとか変な反射の仕方してたやつとか、多分そこら辺が変わっていく感じかな。で、これ、ファイヤーボールと巨大雪玉の、反射案件を大きくしました。ファイボと、雪玉は文句で跳ね返しやすくなるよ、みたいな感じかな。まあ、そんなもんだね。で、あとこのパーティーロケットっていうね、スーパーカードが、チャレンジ限定のね、新カードが出るって感じで、まあ、何でも一撃で、倒せる上に、ゴブリにできますよ、みたいなやつですね。まあ、これはまたチャレンジ来たら、やっていきましょう。ということで、今回の結論から言うと、クラロワパスが変わるんだけど、指南書だけないので、それがね、どこに行くのかっていうところ。で、あとは、基本的にこのダイヤモンドパスに対してのお金の、なんだろう、こう、かける目的としては、限定バナーと、まあ、限定バナーが、多分限定バナーだな。バナーを、ここに置くことで、かっこいいバナーしたい人を、おびき寄せるみたいな感じかな。まあ、皆さんどうすかね。まあ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 、今までの、でもクラロワパスな、今までお得すぎたかな、ちょっと。お得すぎたから、まあ買ってた人は、おめでとう。まあ新しいパスも、まあなんだかんだ悪くないかな。まあワイルドカードって手に入るし、まあどのみち課金するのであれば、取得。まあゴールとかダイヤモンドとか悩むところだけど、まあダイヤモンドで気持ちよくなっていく。多分ね、俺ダイヤモンドにエメラルドがあるってことは、指南書秘伝書か。何でもレベル上げるやつ多分あれね、俺エメラルドで買えると睨んでます。はい、なので、そんな感じのね、まあ、クラロワパスが、新しいやつは1800円ぐらいになるよと言ったところでね、押さえてくれたらいいかなと思います。ちょっとね、記事見ながら、解説していったんですけども、量が多かったりね、なかなか馴染みのね、ないことも多かったと思うので、詳しくはね、このカブトムさんの記事でもう一回ね、自分のペースで見ることをお勧めします。まあ、総じて言うと、俺前から思ってるんだけど、クラロワって、なんか結構毎シーズンさ、ガラッと変えたがんじゃん。ガラッと変えすぎて、まあ伝説の道と普通のなんかトロフィー、分けたりとか、だから今後ね、ガラッと変えすぎて、なんかよくわかんない状態に、ならないことだけ避けてほしい。うん。まあ要はここら辺、まあ、実装されたらね、まあなるようになるかなと思うんだけど、とりあえず今シーズンのクラロワパスだけは買って、絶対持っといた方がいいね。で、まああとグラチャリが、50エメで報酬減ってくのは、しょっぱい。なんだろうな、その、レベル上げで、周回してる人のことと考えなかったのかな。どうだろう、このグラチャリに関しては、まあ、参加してみたいけど100エメ高いからできなかったみたいな人が、よっしゃ、50エメだったらできるかもっていう風な、嬉しい声の方が多いのか、いやー、マジ俺みたいな周回するぜからしたら、手間が増えただけでさってなるぜなのか、まあ、どっちかね、ぜひ教えてください。ということで、ちょっとね、駆け足で説明しちゃったんですけど、まあ、次回、またね、動画とかも上げていくんだけど、まあ、今月末ぐらいには、はい、バランス調整の動画も上げていこうと思うので、楽しみにしてください。以上、おつめしばいばい、またねー。